本日実践しますのは私たまちゃんです。王道は、3回目、今回で3回目の出場となるんですけれども、何を打っていこうかなと考える前に現在のですね結果の方を教えていただきました。なんと現状1位がですね、しんのすけさんで、プラス約5000枚。かなりハードルがちょっと上がっちゃっているんですけれども、大丈夫、なぜなら私にはあの機種がいるということで、本日はですね100人ぐらい並んでいたんですけれども、抽選番号の方が9番。何でもいけちゃう。もちろん狙い台がですね吉宗3寝台なんですけれども、そちらもいけちゃうと、まあ、5000枚を越さなきゃいけないのに、なんで吉宗なんだと思う方がいるかもしれないんですけれども、まあ差枚なので、あのこれで下手に、まあじゃあちょっとね撤去が近づいてる外飛線行ってボロッボロにされるぐらいだったら、6号機やっぱコイン持ちがいいんですよ。で吉宗はその6号機の中でも私個人的にはかなりビッグさえ引ければどうにかなるって思っている機種なので、まあちょこちょこっと乾燥させたりとかしちゃって、はい、うまくいけば5000枚も見えてくるかなと思っております。なのでしっかりと1位狙って実戦の方頑張っていきたいと思います。とりあえず吉宗で皆さんにいいところを見せるが目標です。頑張ります。みんな吉宗かな、みんな歩く方向が一緒なんだけどあ、パチンコ、私もちょっと原産気になるけど、どうしよう、どうしよう、かどっこがいいかな本日はですね打ちたかった吉宗3取れました。こちらでまあ逃げ気あれば5000枚いけるので逃げ気狙っていきたいと思いますちなみに完走したことはありません126ゲーム合格。まあ昨日と明日は158か、できればガセ合格じゃないことを祈りたい。本前兆パターンもあるんですけど、今のところは出てない。デカ太郎だったら助けて、ウエ様。演出自体はねそんなに強くないんだけど、あーダメだ、これがね多分負けちゃうんですけど、チャンスアップがあったり最後 X 切りだったりとかすればチャンスで、さらにデカ太郎だとあれですよ、一応 BB モードにいるよっていうことなので、当たった時にビッグボーナス。ここ通ってまあ天国は抜けます。基本的にあの連続演出で合計はかなり厚い、まあ、期待度とか出てないですけれども、私は今のところ外したことなくて、あの演出から突入したことも、合格に行ったことも
からちょっと期待してる。でかいのがなかなかやっぱ来ないね。いやんいやん。あ、でもやっぱ千人切りだ。光んない？光ってないね。逆に負けたくないわ。できます。ゾロ目ではない。 36% ゼロポデパよっしゃい来ました。まあ表示で言えば548ゲームなんですけども、前日最終のも合わせたらまあ580ぐらいです。はい、ハサミ、ハサミか。ちなみにこれ大体ハサミなんですよ。もし順番だったらビッグです。そりゃそうだよね。あとこれが上台でも一角です。吉宗様お願いします。せーの。あー嘘でしょ。いや、あと大丈夫、まだチャンスはあるって思うようにしてるだけなんですけど、ビッグが良かった。ちょっとわら7回ね。この間にフリーズ引けばいいんでしょ。昇格させれば。させたことがないからさせたいじゃん。してレギュラー号は必ず高確率に行きます。高がりじゃないか。お給じゃないだけちょっとマシだと思っちゃう。ダメか。さようなら。え？あ、全長ね、占領ポイント。340。みんなループしてくれてれば。ありました995、まあ、これ終わった後にこっちですね。120ゲーム高確率。お、勝ったレア役。あレア、おチャンス目以上。これで松がここに止まれば確定役です。チャンス目。あちゃー、ダメだ。10ポイント。めちゃめちゃ早すぎて何持ってるか見えなかったよ。チェリーある、チェリーある。ねえ、赤口角じゃん。まさかの当たりました。あれ赤口角ってあれ消えるの。あれ、間違えたか。あー赤口角でずっと赤いわけじゃないの。でも
か占領ポイントで当たった。177ゲームあんまあ、裏と178ゲームですね。え、追加投資して15本で当たった。早い、まあ、天国と一緒ですよこれは。もうあっぱれあっぱれ。へえ、やっぱね当たるんですよねこれもね、どのぐらいなのか知りたい。真ん中に7を止めるだけ。せーの。何なの？マジ？マジ？そんなことあるかな？2分の1？ 2回に1回ぐらいビッグなんだけどな。これはどうしようもできないじゃないか。なんか一応全長発生ゲームによる滞在モード下法則っていうのがあって、ゲーム数64ゲームからフェイク全長プラス高確率突入で通常 B 以上確定なんですよ。通常1で、まあ、フェイク始まったの64ではなかったんですけど、こういうことで合ってんのかな、まあ、ちょっとなんか謎のまま打ってきますだ、やっぱへえ、これで降格ありませんだとしたら今度600ですからね。あで左側にあるパターンって熱いけど、熱いというか初めて見るんだけど、そんなもんじゃな、素直に降格にまあ強チェリー。あ、でもしかも最初に雨降って雑魚固まるだよ。たまにほら白のやつあるから、ゾロ目ゾロ目ゾロ目。これはこのまま当たるの？え、そ、あ、でも強制ってことはないか。やるではないか。やつじゃないですか。429ゲームまあ B だったってことですね。知ってたけど。投資は23本2万3000円マジでお願いします。本当にもうビッグでお願いします。押したくない。なんで、なんでなの？ストック切れかな。ストック切れてるのか。6号機だけど。なんで？なんなの？あ、あれかな。6なのかな。今日の目標の一つですね、あの15台の夜、あの隣の人のを全部見てやったえ、でも隣の人もあれなんですよ、天井まで行ってビッグ引いてたから、トータルいくつ取ったんだろう。普通に1000は超えてんだよな。いや、そういうところよ本当。でもまあ、この台を見たらあれだけど、本当にビッグを引ければっていう
のはやっぱね、隣を見て思ってます。見せなきゃいけないのに。ちなみに次ですね、まあ当たって、まあビッグなりバケなりどっちかわからないけど、それが最後の吉宗チャンスですかね。もうその後は、まあ、一応王道のルールとしては2時間延長まではありなんですけれども、まあ吉宗で投資をねしてしまったこともあるので、最深部まで持ってかれそう。あ、でも逆にあれかもな、高額も入るか、どうせならいつも当たんないパターンが見たいです。見たことないパターンで、サボハンに出てくるとか最高ですね。絶対あるでしょう、そういう演出。あとね、赤広角みたいですね、あの本物のこれだよって教えてほしい。発展、お、そういうパターン、参考発展ね。お、これで勝てるんだ。お灸で勝ったのなんて見たことないからね。まあいいでしょう、許しますよ、お灸で勝てるのは演技が良さそうだから。あ、でも吉宗白目パターン、あ、こういうことね。100じゃない795ゲーム、4回目のボーナス38本。もうなんだろう、姫狙ってみる、もう最後の、だって最後のチャンスだもん。あ、でも一応やっぱこうピュイーンって、どうしようでも姫の場合はもう2画目で分かっちゃうんで、素直に行きます。まあどっちに転んでも連チャンさせるのみです。あそうでしょ、4回目もレギュラーとかないよ、本当にマジ。子役外れとか来てくれよ。だから負けたとしてもなのよ、これ負けるじゃん絶対。え、なんでここで出かけたの、やめられないよ。え、待って待って待って、調べる調べる、どっちにしろ天国は打とうと思ってるから。うわー、対戦相手が出かけたろうなら東海有利区間はボーナス当選イコールビッグの期待大。もうやめてくれよそういうの。カノン見てみるか。
136ゲーム5枚で済んだ、使わなかったです。しまおうしまおう、だってレギュラーってことはないんだから多分ということで、50本使いました。536ゲームデカ太郎が出てきたからここまで追っかけてった、そしたらポイントで当たった。もう姫狙いますから、はい、とか強気で言ったんですけど、なんか実際狙えって言われるとこっちを狙いたくなるねえどういうこと出方も出たんですけど、ということで5万6000円を使って、はい、吉宗はやめます。こんなの初めて、5回レギュラーなんて来ないと思ってた。あーシャカリーナいいですねシャカリーナ、まあ取り返せないよどれも一発、まあ、餃子でおかわりめっちゃするみたいな。もうここねいっぱいマジで一発あるんですよ、まあ、一発は特殊スペック代かな。まあまあまあ1000円ちょいやってみようかなって感じ、超久しぶりなんで、まあ、純粋でもの赤いところに入れば1回転なんでハードルは高いですよ。1000円打って一発通るか通らないか知りたいだけ。通らないな、ちょっと一発のチャンスを狙ったんだけどな、チャンスが来ないまま、でもなんか今この平凡な曲を聴きながら思ったんですよ、ちょっと立ち回り荒ぶりすぎてるなってだったらねえ1000円でゲンさん当てるのがまだ現実的な気がしてきました。だってチャンスがないんだもん。かわいそう、初当たり早いのに通常通常通常って、私みたい私かもしれないではちょっと最後にゲンさん打ちます。いや最初からゲンさん行っておけばよかったじゃんっていう、そんなことは思わないんですよ吉宗も。まあ言っても楽しかったんでね。まあ今の時代はスロで負けてもパチンコが助けてくれる時代ですから、こういう立ち回りが割と多い、スロ負けてパチンコ行くっていうのが、キャラ独占しちゃおう。1、2の3はいかない、は？でも5ステップアップ5まではいかないね。ギジレンです。まあでもリールロックというかあれ3段階までいっても、まあ 40% ぐらいなんですよ。2段階だとちょっと弱いのと、このまま行くと四図柄のリーチなので、お、無限ラム来た、60%、はい、ここしかも3点牌、8点なの、逆に早すぎるよいろいろおかしい、炎目もなしだけど一応3点は強いです。当たればラッシュ直行っていう図柄法則があるぐらい、確かに期待度で言ったら 50% とかそのぐらいな気がするんですけれども、いや後半は行くでしょう。ただ極限が絡まないなこれだと、うん、後半行きます。いやあってチャンスアップ格上げあって
このカットインもレインボーバージョンもあるんだけど、仲間参戦、うん、下もうあとは最終ボタンのカットインが欲しいんですけど、今めっちゃドキドキしてる。トラックまで行かないの逆に。やると思うんだけどな。ちなみにこれ最後ボタン出たら 97% とかあるんで、推しキャラ独占モード 97-8% ね。悪化もなかなか見ないし、ほら来た当たりです。多分激アツは、でも外しそうで怖いね今日の私ね。しかもラッシュだから3は先に言う、ありがとう。よし240近い点、総投資が6枚目入ってるから8万500円か。あ、違う計算できなかった。ちょっとあの急な展開すぎて計算ができなくなっちゃったけど、どうしよう。5万8500円か何連できるかな100連中いただきです。でも一応見せるわけでしょ表現。じゃあこれ入るの分かってるんで完全にしてみます。完全にしましょう。あ、こう間違った間違った、こうだ。完全告知、サンズ柄で当たったので一応3ラウンド目がチャンス。まあでも一応これはもう3で当たってるんで分かります。1ラウンド目できた。いやーパチンコって楽しいですねビッグはいけなくても格変がいけました。まあこっからですよ。これで紹介した後に表現ラッシュ行く、継続率 93%、大谷確率は2分の1、チャンスは4回、大事なのは第2に感謝することです。これが私の表現ラッシュの継続のさせ方。本当にラッシュありがとうございます。本当にありがとうございます。すごい感謝してるんで、せめて平均14連お願いします。いきます、せーの。あ、来ました、当たり2回転八重柄は、3ラウンドです。とりあえずプラマイゼロで考えたら約6万だから1万5000回。まあ20分あれば出ます余裕で。あれ、あ、9ラウンドだ。9ラウンドでした。ありますね。実質だから18連まで確定しました。一応これでまあほぼほぼプラマイゼロ。ただここから約5000枚分プラスにするってなると同じぐらい連チャンさせなきゃいけない。まあでも60連でいけんのか。まあいけますね。あのゲンさんは本当にかなり得意バージョンで15000発。50連目達成です。本当にちょっと
しのすけさんの、そうですね、お尻あたりが見えてきました。もうちょっとで背中が見えるぐらい。よいよと、あーいや、終わらない、終わらないはず。これが7だったらの3は関係ないか。実りには変わりません。あとはボタンと最終リザルト、リザルトは取るよ、リザルトは取りますよ。写真00もしくは末尾777。ないないけどすごい、確かにすごい。ボタン直りもない。あーノーマルでしたね。はい、ということで、まあでもものの30分で、はい、なんとソロの分もまくりつついいところまで食らいつきました。実戦終了。どうも、吉宗で一度もビッグを引けなかったたまちゃんです。大工の源さんすぐ当たりまして、こちらがですね、なんと2万6000発超えということで、私の本日の結果の方は、投資の方が5万8500円、そして最終的な出玉がメダルに全部しますね、メダルにしますと5363枚ということなので、なんと結果がプラス2672枚。なんだかんだすごい上位に食い込んで3位です。ちょっとしんのすけさんはさすがに越せなかったんですけれども、3位浮上ということで、はい、良かったです。まあ朝一ですね、源さんも考えてたんですよ。まあでもちょっと朝一からなんかすごいね、4万発5万発って出ちゃったらなんかつまんないねとかって言ってたのがちょっと最後に現実になったかなと。まあでもどちらも一応個人的には楽しくていいところを見せられたかなと思っております。まあ吉宗はちょっといろいろね、これから解析とか出てくる部分もあると思うので、要リベンジといきたいところです。まあちょっと現状3位で喜んでいる場合ではないので、まあまた1位ですね、狙っていければいいかなと思っております。それではこのシーズン最後まで皆様もお楽しみにしていてください。またお会いしましょう。さようなら。